ラプラプは16世紀、フィリピンのマクタン島の領主であり、イスラム教徒の部族長。世界一宗公会の途上で、フィリピンへ来航し、キリスト教への改修と復従を要求する、フェルディナンド・マゼランらを、マクタン島の戦いで破り、マゼランを討ち取った。フィリピンでは、民族の誇りを守った国民的英雄と、みなされている。なお、マゼラン艦隊の記録者であり、 マゼランとラブラブの戦闘にも参加しているアントニオ、ビガフェッタによれば、名前をセラプラップもしくはシラプラップとしている。マクタン島の戦いの様子を描いた絵の一部マゼランは、フィリピンにたどり着くと、鎧と槍、火ひな銃、大砲などの武器の威力を背景に、部族長たちに対して、スペイン王への長候とキリスト教に回収した、セブ王への復従並びに、キリスト教への回収を要求。 部族長を次々と服従させていったが、マゼランの要求を初めて拒否したのがラプラップであった。マゼランは激怒し、ラプラップを撃つべく兵を率いてマクタン島へやってきた。1521年4月27日のことである。島の地理と潮汐を知り尽くしたラプラップは、綿密な情報収集と周到な計画の上でこのマクタン島の遠浅の海岸を 決戦地に選んでいた。艦長のため、船で岸に近づけなかったマゼランとその部隊は、艦砲射撃を諦め、上陸。抵抗勢力を結集して待ち構えていたラプラプの軍勢と戦闘状態に入った。ラプラプたちは、甲冑で身を固めたスペイン兵の足だけが無防備なことを見抜くなど、巧みな戦術によって、マゼラン軍を破り、ついに、マゼラン本人を殺害した。 リーダーを失ったマゼランの配下たちは退却していった。伝説ではラプラプ本人がマゼランと一騎打ちの末とどめを刺したと言われているが研究者たちはこれを事実とは考えていない。マゼランの勤防で戦いに参加していたピガフェッタの記録でもマゼランは大勢の敵と戦っておりオーラ式人物とマゼランの一騎打ちについての記述はない。しかし一気打ちの事実はないにせよ。 ラプラプはヨーロッパ人のアジア侵略に対して立ち上がった最初の東南アジア人であるとされ、現代に至るまでフィリピンの英雄とされている。マクタン島には海に向かって立つラプラプの像がある。また、マクタン島の主要部を占める都市にはラプラプ氏の名前が付けられ、フィリピン近海で獲れる魚の一つには彼にちなんでラプラプの名前が付けられている。ありがとうございます。